フェルディナント・フォン・シーラッハ。2009年、フェルディナント・フォン・シーラッハは、ドイツの小説家、弁護士。ミュンヘンの商人ロベルト・フォン・シーラッハ、ロバート・フォン・シーラッハの息子として生まれる。祖父は、ナチ党全国青少年指導者、バルドゥール・フォン・シーラッハ。ボンの大学で学び、ケルンでの研修を経て1994年より、ベルリンで、刑事受験弁護士として活動。 元東ドイツ政治局員、ギュンター・シャボフスキーや、ドイツ連邦情報局工作員、ノルベルトユレツコの弁護に携わり、ドイツでも屈指の弁護士とみなされている。2009年、自身の事務所が扱った事件をベースにした物語集、犯罪を刊行し、45万部を超えるベストセラーとなった。すでに30カ国で出版権が獲得されており、シーラハワコの作品によって、 クライスト賞など複数の文学賞を受賞している。2011年には第2作在役を刊行しており、こちらもすでに映画化が決定している。ありがとうございます。